置きたいっていう人もいるわけだから、うん、その辺も任せちゃえばいいんだよね。うん、あのお尻さえ決めておけば、<ー>仕事のそれさえ守るんであれば、で今、働き方改革をされちゃったがために、困ってる人たちって多くなってるわけじゃないですか。うん、社員の人たち使えないから、うん、あの準社員とかアルバイトが大変になってきてるっていうか。うんうん、だから、うちの娘なんか。 あの決まってるシフトあるじゃないですか週3回ぐらい電話来てごめーんってまたごめんねって明日も何時から出てもらえるとか仕事に行ってて急にごめん今日ラストまでお願いとか恐ろしい残業時間ですよまあそれでね給料がちゃんと支払われるなら問題はないと思うんですよまあうちの娘の場合はなんかあのちゃんと払われるので,、はい、で今って携帯に全部出るじゃないですか。 今日働いていくらまで行ってるみたいなお給料が全部出るんですよ、えー、でそれ見て疲れたけどこれ見るとうれしくなるとかって言ったらいいの別にみたいな <laughs>、はい、どんどん呼んでくださいみたいなところあるからう,うちの娘はただじゃないからいいのとかだから要はね<ー>結局働き方改革のあれっていうのは、うん、えと残業するなと残業代つけなくなりますと、うんはい、でも 働く人というか仕事を自分の生きがいにしてる人は仕事量というのは変わらないわけですよ、ねうんうん、それを今まで残業代がついてやってきたわけですよねそれが残業代カットされたらお家に持ち帰るようになるんですよ、うん、どうしてもやらないといけないから<ー>働く時間が変わるわけじゃないですよね,すよねそうそうそうだからただ首絞めてるだけなんですよそうおかしいよねはいで中小企業の社長たち首つれっつってるような、うんうん 最近は風潮ですね。もう。本当だよね。何にも会社側のことは考えられてない。そう。ひどいですよ。なんかこの間ね、麻生さん、ポロっと漏らしちゃったけど。うん、あのー、あれは、もう。ね、あっちの人たちにしたら、おいおいおいってなったかもしれないけど。あれは、あれ、甘いと思う、甘いっていうのは。うん、あのー、二千万準備しなくちゃって言うけど、うん、いや、そんなことないよって。六十五歳から年金。うん、あ,あ、老後あ。そう、老後の話、あの、六十五歳から。 じゃあ85まで生きるってなったら4800万かかりますからね月20万で1人計算したら2000万だったって足ないよって思ってでもあれって言いますよね今40代ぐらいの、うん、4050代の人が年金今まで払ってきてもらうようになったら、うんうん、今の4050代の人は89歳まで、うんうん、生きてやっと払った分トントンぐらいらしいんですよだから無理よで今二十歳で30代前半ぐらいで年金払ってる人は 116歳ぐらいまでいけないとトントンにならないっていう、ね、のが出てるらしいので何、うん、か今の何歳ぐらいかな今の80とか90ぐらいの80ぐらいの人たちまでの年金っていうのは、うん、こう積み立て方式だったじゃないですか積み立ててて自分たちがもらえるみたいな,ないでも今の人たちは自分たちのために積み立ててんじゃなくて今もらう人のために払って、うん ってるって感じじゃないですか、うんうん、そ,そこがあのもう年金の制度のあのあれが変わったんだよっていうのを、うん、どれぐらいの人がちゃんと理解してんのかなか、ね、<laughs> 簡単な話若者一人で二3人おじいおばを背負ってるようなもんじゃないですか。おんぶして歩いてるようなもんだから、はい、やっぱりなんかもう、あのー、なんていうのかなこの国に住んでてもやっぱり自助努力ってあの麻生さん言って ねぽろっと言ったけどいやいや気づくの遅いよって前から言ってたでしょとうもうみんなで言ってたけど聞く耳持たずに先を見越さず年金だけの話ですよ、今ねあの大丈夫よどうにかなるよってどうにかならないっちゅうのってだからあの麻生さんがぽろりと漏らした次の日なんかあの投資会社に講演会というか勉強会殺到したらしいですよ。はい まあお金持ってて損はないですからね損はないの前に無人島に行けばいいですよ、もう金がなくなったらみんなで。でみんなで行ったらだ年金の制度でいえば、うん、結局、なんだっけな少子化になるのはもう目に見えてると、うんうん、要するに、えー、っと厚生省だっけ、これ年金やってるのどこだって顔してたけどそれはもうどんどん分かっているはずだと。 それを結局言わないできているっていうのはあるんですよ。ですよね、うん、なんか、あのこうえー、あんだけ出したのにとか、なんとかって責められることを考えるよりも、いやもう無理だから、とにかく皆さん、今のうちからちゃんとやりましょうって言ってくれた方が、うん、みんなたちゃんと備えられるわけじゃない。えー、だから、それ言うのが遅いよっていうのは、うん、そうそう、遅いよね、麻生さんもね。そう、うん、そう、あもっと前に本当は国としてわかってるよ。 金取れるから、取ってるんだから、言わないといけないし、で、この年金で、いろんなもの作ってるんですよ。20年ぐらい前に出てきたじゃない、こんな建物建ててました、あんな建物建ててました、あんなのいらないよ。で、それ、わ売で5円で売ってるとかっていうんですよ。だからもうね、話にならないんですよ、そういうのはね。で、普通、会社に勤めてる人で、何か会社のお金を使っちゃった、つまり横領しちゃったとか。 横領に値するぐらいのことじゃないですか、正直。うん、言っちゃ悪いけどね、これは私の,表あの例え話が下手だったらごめんね、あのいや、まさに、うん、そうですよ、うん、国民のお金を横領してるようなもんでこれが一般の会社だったら、うん、お前、クビ。うんで 弁償しなさいでしょでも、あの人たちはでも使って仕方ないよね、時代の流れでそうなっちゃったんだから、で終わりじゃないですかそうそう、誰もだから責任取る人がいないから、だから簡単にはねってやっちゃうんですよね。で、なんか、あのー、なんていうのかな、このやっぱりこ,うこれから多分、国が守るのは、やっぱり金融庁直轄のものだけ、だって金融庁が直轄のものを潰してたら、はいはい、こう、あの他の国との、あの あれができなくなっちゃうじゃないですか、信頼の問題になるから、うん、だからこの保険会社さんとか、うんね、あと銀行とか、うん、で保険会社とかは、あのこうちょっとやばいなってなってきたら、潰すわけにいかないから合併合併になるわけじゃないですか、うん、潰せないんだものだって、うん、潰したらこの国、ああ、アウトだな、潰れるな、みたいな、うん夕、夕張が倒産したのと違いますからね、うん、国が倒産なんて、どっかの国やりましたけど、はい ありえないじゃないですか、日本倒産なんてなったら、うん、すぐいろんな国入ってきますよね。うん、しかも、地続きじゃないので、日本って、そう,う。どこかしらの、うん、あのーあのーね、地続きの EU あたりにある国とは違うので、国からの援助するにも、一旦何かしらを経由しなきゃいけない<う>大変なんですよ、そう。はいでここの 今のラジオの中で話してるだけでも少なくとも何、うん、その裏金であったりとか横、うん、領であったりちょっと汚いお金の使い方っていうのが見えてるってことは絶対今、うん、それを分かっている人たちは絶対いる多くいるのに、うん、それで裁かれない人たちがいるってことは、まあ、つまりそういうことだよねって話じゃないですか、うん、で不思議なのは本当こ,こういう流れになってきてるからたこう備えるためにこれが必要なんだよ、あれが必要なんだよこう,こういうふうにこれは必要だから勉強しておいたほうがいいよ知っいたほうがいいよって言っても。 ななんかしあのー、えー、っと、うん、政治家だけじゃないですけど、うん、政治家、うん、あとはの市役所とかの、うん、まあ県庁系の上の人たちが海外出張に行くじゃないですか、うん、あって1日90万かかるら,らしいんですよ。全部その税金であったりとかから出てる。うん、でなそれがちょっとテレビで、うんうんうん こっそりついていって取材しますじゃなくこっそりついてって遠目から撮っててすごい,いや悪いことになんてお土産とかも全部経費で落とすっていうのをやっててその人に「そんなことやっていいんですか?」みたいなこれ全部国民の税金ですよねっていうのを番組でやってたんですよしかもこれ地上波じゃないんですけど、うん、ちょっとネットのテレビのやつでやってて、うん、でそれでそのそ,それ 県庁職員だったかな県庁それ、突撃された県庁職員が、うん、こんなんみんなやってるよって言ってたんですよ、うん、それを見たときに、あこれはもう、まずいとかいうレベルじゃないじゃないですか、もうアウトだよ、ね、はい、で,もそれでもそれがもう、顔も名前もばれてるのに、うん、裁かれないっていう時点でもう。 そういういことなんだろううなっていう話で、ね、なんかあのー、ここに実は持ってきたくって、最初、なんかたら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 不思議だよね、あだよねなんて言ってたけど、本当不思議ですよね、なんか来ることが分かってて、備えないっていう、で今、人口が増えてるのも、はい、あの仕事がこうどんどんあれだって言われてるのも、東京と沖縄だけですよね、うん、で沖縄、今、不動産バブルって言われてて、あのバブルですよ、 一回私たちはあのバブルが崩壊したのを経験してんのに、まだ続きますよって言ってんです。うん、いやいや、ちょっと待てよ。そうじゃないよって。うん、なんでこう、そうなるかな。皆さん、ちょっとしっかりこう、過去から学びましょうよっていうことがありますよね。うん。どう思います局長。今のこの、なんか、不動産バブル。不動産バブル。 いやまあ、あの時とは違うかなって気がしますよ。うんとあの時はだってもう結構、本当にそう金持ちになったじゃないですか、うんうん、今は本当に不動産業とか一部の人だし、うん、そんな金が回ってこないんですよ、全然。うん、であの私が怖いなって思ってるのが、うん、この不動産バブルのこの中でやっぱりこの関わってる仕事をしている人たち、うんうん、例えば。 うんと税金対策で不動産を回す人たちって、税理士とかいろいろ関わってくるわけじゃないですか。そうすると、最初に情報が入ってくるのは、やっぱり相談役の、そういう仕事をやってる人たちのところに入ってくるわけじゃないですか。うんうん、で、そういうところに入ってきて、そういう人たちは先に買うわけですよ。うんうん、でも 例えば100円のものを買うのに、100円があって買うわけじゃないじゃないですか。うんうん、で、100円のものを買いました。うん、で、ローンっていうか、借金して買いました。うんうん、で、次の情報が来ました。200円のものを買います。うん、っていう時に、これを担保にしてど、んど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 んやってて、うんうん、で、この、だからこれが回ってるっていう勘違いして、何億の借金が膨れてるのに、あの、 これが今、私が思うにはですよ、今なぜ沖縄に不動産バブルがやってきてるかっていうと、周り見ると、県内、県外のナンバー、すごいじゃないですか。うん、で、この人たちが今移住してきてる理由とか、うん、そういうのっていうのは、今いろんなことがあって、震災だなんだっていうのがあって、こっちに来てる。でも、その人たちの中で、やっぱりこの、あっちに比べるととか、やっぱりずっと住もうと思ってとかっていうので、買う。 っていう、うん、今その時期だからだけどでもその人たちが今この東京オリンピックが過ぎた後の経済の流れをはっきり意識した時にこれは止まった時怖いなって私関わってる人たちがもちろん不動産バブルに関わ,、うん、かかわってないこのそこに関わってない人もたくさんいるからその辺はまずとしても、うん、その一部の人が関わってたとしてもおい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 って 怖いぞ、あなたたち見てますか、自分の足元って思いますね、うん、だから前のバブルは結局こう、うん、買って買ってこう、うん、バブルはじけるなんて思ってないから、ねうん、それが際限なくいってるじゃないですか、うん、でも今のやつって、結構ね、うんあの、そこに回して回して、でもちゃんと貯蓄してみたいな、うん、なんて言うんですかね、使って使ってっていうタイプではないって言うんですよ。あなるほど なんて言うんですかね例えば、根崩れしてね弾けたとしても、まあ、ダメージ受けるののは一部の人、うん、そう私、その一部の人たちに言ってるんだけど、うん、あの不動産だから売買する人とかそこに加わってない人はもう正直、普通の生活にひいひいははしてるわけじゃないですかその一部の人たちに、うん、あなたたちほど勉強してきた人がなぜ過去に学ばないのって。 うん、思いますよねでその人たちとこないで話した時に「いやまだまだいけるよ」って、うん、だからどこどこに行ってくるんだっていう話聞いた時にまあいか,かもしかしたら前のバブルの時は今ほどの情報社会でもないわけだし今だったらもしかしたら境目分かるかもしれないしでもかもちろん分からないですよそんなの。でも前よりは多少は僕は勉強しているとは思うんですよ。うん、ただ ただ、うん、じゃあその情報、うんうん、ここで下げるよとか、うん、上げ止まるよっていう情報は、本当に正しいのかっていうことじゃないですか、うん、多分その情報は出す方が、やっぱりそこでしっかり確保してからだと思うので、本当ギリでだじゃないと出さないと思いますよ本物はね。はねだからその、今僕よよくこう儲けけ話がるるわけですそのの時に見てるのが、うん その情報を鵜呑みにする当たってるっていうあの,あの人のあの人は成功してるよこれでっていうんですよあなあなるほどあなたはっていうとこじゃないですか、うん、じゃあはい見せてっていう、うん、それを、うん、だからそのあたりの情報特にでもそういう情報ってパッと見でわからないじゃないですか 見せきれないだから信用してる人の、うん、この人詳しい、うん、すごいプロ級だから、うん、っていうのでこう入ってくるんだけど、うん、そこのチョイスが僕は難しいな、うん、と非常に思ってますね。ももあのなんかあのあこの人はこうだからって思ってそうなのかなって思っても、うん、実際 こう自分も勉強していくとうん,うんまあこれはいいけどもうんちょっとなとか、うん、なんだ大して勉強してないじゃないとかっていうのが出てきたりもするし、うん、本当にこの見極めっていうか、ね、でもね中にはね,ね僕が結構信頼してる人が簡単にこう、うん、コロと騙されてはいないんだけど、うん、その情報を鵜呑みにしてたりっていうのがあるので。うんうんうん やっぱ不思議だなぁと思いますよねその辺りの人間の。ただこれが本物だったらね儲かる話なんで、うんまあ、博打的な要素も強いのかなとは思いますけど、うんうん、あと不思議だなってやっぱり思うのが、あのー、何だろういいとこ取りする人、うん、不思議だなと思いますね。なんかいいとこだけ 見ていいとこだけ取って、はい、嫌なところに蓋をして俺には私には自分たちには関係ないよみたいにする人を不思議な人だなと思いますね。うん,うん。いうん。例えば簡単な表現でいくと「お腹痛い病院に行きました治すのにあの注射してあの採血して。 検査しないとととちゃんとしたことが分からないいやいやいやいいよいいよそれはしたくないよでも良くなりたいとかお薬は飲みたくないよ苦いから面倒くさいからだけど良くなりたいみたいなもんじゃないですかんそんなのしないで直してよみたいなうん,うん仕事も楽しいとことおいしいとこはやりたいけどそういう人間関係面倒くさいからそれを自分は関係ないよとかさでも今の中でそうですよねだから不思議だなと思いますね 自分の幸せ楽しいことをやりなさい幸せ考えなさいじゃないですかうんそうですよねさっきの働き方改革の話もそうですよね、うん、結局は趣味の時間を増やすために働く時間を減らすとか、うん、そこは絶対おかしいよね、うん、で幸せもう,もう一回お話してもらっていいですか別に楽しいことだけやりなさい、うん、自分の幸せだけを考えなさいっていう風潮、うんうん、そういうセミナーとか 講座とかが非常に多いなって思んです,、うん、ですよね。で、私、それで思うのが、なんか、浅いなと思うんです、説明する講師が。うん、もっとなぜそうなのかっていうところを、説明してないなって思って。うん、うん。っていうのは感じます。例えば、だってそれだけ聞いたら、あのやりたいことだけやりなさいとか、この頃、言うじゃないですな、うんうん、なぜそうなのかとか。 やりたいことだけやりなさいって言うと、パッとそれだけ言っちゃうと、本当にやりたいとこだけやって、ここは、なんかめんどくさいからやらない。うん、で、ここは、ありのままでもそうじゃないですか。そうそうそう。あと、あの、あの、なんだっけ、自分のペースでの話もそうじゃない。でも ちょっと待てよと一個考えれば、自分がやりたいものっていうのは目指してるものっていうことだから、極めるためには大変なこともやらなくちゃいけないわけじゃないですか。うんうん、だから、やりたいこと、やれることやり、やれる方法を考えなさいってことだし、ここを目指してんだったら、こういうことも乗り越えられるよね。はいはい、自分のためだからっていうところまで説明してないよなって思うんだよね。うんうん、だから、ちょっと、うわっつらな、言っちゃ悪いけど、講師が多いかなって。 あ,のあとちょっと最近思ったのが楽しむように自分が努力してるのかっていう話だと思うんですよ。うん、うん、そうねこの環境だただ楽しみなさいだったら楽しいことしかやらないじゃないですか、うん、でも自分が本当に楽しめるような環境を作っていくっていうのは大変なこともやって地ならしもやって人付き合いもやってやっと楽しくなるよっていうことじゃないですか。ですよね。 でも、うん、それ、講師セミナーとかもそうなんですけど世の中の流れがそんな感じになってるなって気はしますね、うん、なんか浅いものの本当に考え方をしてる人させるような風潮になってません、うん、考えることをさせない世の中というか、うん、ちょっと考えてみろよみたいなねまあ今、そういうので頑張れって言葉言わないですからね結局何かしら頑張らないとできないんですけどね。 がさでも頑張るって大したことじゃないんだけどね。まあ、ねだってご飯食べるときにご飯食べたいなってご飯見てたって食べられないから箸持ったりスプーン持ったりするわけじゃないですかそれだって頑張ってることなのに、うん、なんかね特別視してるような気がする頑張るとか、うん、なんかこう何々とか一個一個特別視し,しすぎててこれって良くないよねとかあの運動会の順番つけるのも。うん なんとかっていうのもも、うん、あれも私脳だしね、うん、だって運動会で得意な子が光って今度学芸会というか他ので得意な子が光ってみんな個性あるよねっていうところの話に落ち着かないと、うん、この世の中っていうのになんかもうよそそうそうなそうそうなんか変だよな無理やり同じ方にはめる教育しか今し,、ま、してないですからね、うん、そのくせ自由が。 そうそう,そうそうそう、個人のなんちゃらがって言うのはど、どいかほどかと思いますけど。だから、なんか顔のだ出てないネットとかで、ガが騒ぐんだよね。で、結局、親世代がそういうわけじゃないですか。ね、その順番つけるのは、うちの子、可哀想だ。なんとかだ、だからよ自分、自分が失敗してるって言ってるようなもんじゃないですか。それって、うん、そうなって育てられて。そう,そう言って言いながら、パパとママ、どっちが好きって、もう変な質問ですよね。<laughs> 思わないそういうとこの子に限っておばあちゃんとか言うんだよねどっちも好きじゃないっていうのもありすからね <laughs> どっちも嫌いとか <laughs> 言える子に育ってほしいわみんな、うんはい、でも子供にとってどっちが好きっていう選択きついですよねうん,うん,、うん、うんもうそんなんですよ皆さんどうですかはい、はい、えー、コメントをちょっと拾ってもらいたいと思いますはいそうですねちょっと うんちょその時の話題に対するコメントが多いので、ね、直近のやつだけ今や、そう拾わせてもらいますね。うん 受験だって競争なのに運動とかは競争しないっておかしくないのかなって矛盾してるしそうオリンピックのねあのに開会式のチケットがなんちゃらかんちゃらようやくどうのこうの言ってるくせにおかしいよね、うん、金メダル銀メダル銅メダル,銅メダルって全部おかしいじゃないかはい z e、えーはい、さん楽しくするに勇気を持った行動を起こせる人だけだと思うな仕事でも私生活でも普段とか我慢だけじゃ生き残れない世の中になるんだろうなささん失敗も経験させなきゃ 失敗してないと一回失敗したら潰れてしまうのにねつる、うん、くんさんあれは競争心を生やさせるために順位をつける必要があるんですよ運動会大事大事、はい、ひいさんしのぎ削ってからの楽しみは見るまで諦めるのももったいないですもんねそうそうそううーん,うーんちょっと戻ってちょっと待ってくださいね あかゆさん、公共工事や補助金、防衛費でご飯食べているからだめだめとも言えない立場なんですよね、私。鶴君んさん、実際年金で生活できないって今、じじわは言ってるのに、まだ国が年金で生活できますって言ってる国がおかしいんだよ。本当だね。はい。はい、ひいさん、物の価値は本当に見極め力がないと怖いですね。本当だよはい そうですねちょっと抜けがちょこちょこあるんですが大体流れはこんな感じですかねはい、はい、え皆さん今日全部拾えなくてごめんなさいね、はい、あね来週もいろいろトークしていきたいと思いますはいえそんなこんなでもうあの4分切りましたね皆さん、はい、あのもっと早めにねこの店舗に持っていけばよかったんですねっていう感じですが <laughs> あのやっぱりねなんかこうあれこれっておかしくないかって思える 自分を大事にしてもらいたいないと思いますね。うん、やっぱり考えるとか、あれこれってちょっとおかしくないかって立ち止まるっていうのは必要なことだと思います。で、何か一個やりたいことがあるんだったら、それだけ見ててもダメだと思うんですよね。やっぱり周りをよーく見て、周りをよーく見て、右も左もいろいろ見て、いろんな話を聞いて、そっからやっぱり、じゃあこれどうなんだろう。あ、これはこういうことかっていうのは、 やっぱり見ていかないとなーって私は思ってますね。うん。生きていく上で、自分が生きるっていうのは自己責任だと思うので、皆さん、情報交換しながら頑張りましょうよ。で、まあそんな中でですが、とうとう来週に迫りました。28日トークライブ。おかげさまでいい感じで、着々と進んでおります。あのー、受付の場所にはでかいビリケンが待っているて。 ビリケンナイトというのはね、なんかあのネーミングいいね、語呂いいね、なんでこれにしたんですかなんて言われるんですけど、思いつかなかったって言ったんですけどね、<laughs> まあそんなこんなで皆さん、会場でもお待ちしておりますが、はい、どうでした、今日の2時間 2> ん。そうですね、リスナーさんもたくさん込めていただいたので、うんはい、結構盛り上がってトークできましたね、ありがとうございます。あもう本当になな、はい、なんんんかか局長なんかねやっぱりこういろんな の楽しいですね、うん、見方がいろいろっていうのが大事だと思うないろんな意見本当に考え方来週からいないななんだよなそうですね、はい、さあちょっと前半中盤にも言ったんですけどちょっと来週末ぐらいからちょっと別の大きい店舗に移動になるので、はい、しばらくお休みしながらちょこちょこ出れるタイミングで来るので。 はい、はい、その時はよろしくお願いしますはい本当に皆さんあのマサトが出ないからお休み俺たちもならないでください、はい、あのどうぞエリューを応援してください <laughs> 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 まあそんなこんなんでねあの、はい、来週はどんなテーマを持ってくるかなっていうのは当日しかわからないというのねはい、はい、あのいろいろあの皆さんと楽しんでいきたいと思いますよはい局長近々なんかありますなんかこんなんやるんですみたいなあーいやー まだ今のところ。ないっすね、特に。はい。はい。ビアガーデンっていつ開くんでしょうね。多分ね、今週か来週末だと思います。<あ>そろそろなんですね。はい、まあ楽しみでございます。はい。あの、なんか来週、7月でしたかななんかリスナーさんがこちらにお見えになるという情報が来ております。はい、楽しみでございますね。お待ちしておりますよ。はい。なんか火曜日もスケジュールに入れていただいているような話だったので、まあお待ちしております。では、まさと。 はい。えー、ちょっと来週から休むんですが、大阪行く前後に、ね、またラジオ戻ってきたいので、その時はよろしくお願いします。皆さん、愛してるよ。はい、愛してます。はい。局長のクールな淡々として愛してる。いいですね。エリューも皆さんのことをとっても愛しております。今日も2時間ありがとうございました。皆さん、1週間楽しんでくださいね。皆さん、愛してるよ。じゃあ、いい夢見てね。お疲れ様でした。バイバーイ。